楽天にいたとんでもないど畜生選手のエピソードで打線組んだ結果。1番、大学時代キューバとの親善試合にてキューバ製ハマキを密輸した部処分。2番、ワシントン大学時代から規則拘束違反の常習犯。3番、服や球審に判定不服のため英語で暴言を吐くも留学経験のあり英語堪能な福英にはバレバレで退場処分。4番、その後なだめに行ったブラウン監督になぜ日本人の肩を持つんだと逆ギレ。5番、米国製のバットに自身が契約している国内のメーカーのシールを貼った違反バットを使用。規則委員会から厳重注意。6番、ロッテ戦で里崎による内角攻めに怒りセーフティのふりしてバット当て。7番、飲むとき用法などで揉め、謝罪に行くも短パン T シャツで出現。8番、味方スクイズ失敗により見本館で挟まれた際、ロッテ福浦のグラブを肘打ちしてボールを弾き飛ばし守備妨害。9番、ケースタにて英語のわからない観客にスラングを浴びせまくりセミノールにドン引きされる。1番が1番あかん。ちょっと1番打者最強すぎんよ。9番は上位打線もいける。セミノール、セミなんやこいつ葉っぱでも決めてんのか。セギノールはロタ。バントの構えから引いたバットで里崎を殴ったのは唖然とした審判が注意すらしない違和感を覚えてるわ。その日一塁側内野に解析にいたが、輪田の背中に隠れてしかも遠目なのにこいつやりやがったとすぐわかるくらいあからさまだった。入団時は打率290、22本塁打37打点の大正義だったんだよな。外野守備そこそこ上手くて先頭打者ホームランも3本打ってる。瀬谷なじまえの外人野手では当たりの方や。野村選手に説教してるの見てそんなの聞かなくていいぞって言ったのも輪田。短パン T シャツは怒る方も小さい気がチーム内の揉め事なんだからそりゃまともな格好してった方が良いと思うけど。楽天はこいつが来てからおとなしい外人ばっか取るようになったと聞いた。性格は良いけど実力は中途半端なやつばっかりだったみたいだが。ベンチで輪田が何か喋りまくって横でセギノールがうんざりした顔してるのは何回か見た。さすが恐怖の一番らしく一番に最強打者か。うんこの畜生。ここまで畜生やのに暴力事件を起こしてないのが不思議やわ。この打線は100勝狙いますわ。近年稀に見る不良外人。ペニーセやな。